10年前の、もう10年前の作品なんで、うん、で、ドアを始めたのは92年、うん、で、それまでは自分の日常を書いてた、うん、どっかで何か自分だけのものがあったらいいなと思って、でも周囲を見ててあまりにもそれを軽く自分のテーマだとかスタイルに持っていくのはどうも僕にはわからないというか信用ができなかった。で、92年にドアと出会ったというか、ドアが選んだような、ちょっと刻な言い方になるとドアが僕を選んだような気がした。それからブランクがあって、このメタ展の時に聖書にまつわるテーマで書き出した時に、聖書の中にあるドアをもう一回思い出して、つまりドアアスクシークノックだという、ドアは叩けば必ず開くというような、この教会の方の解釈で、それとぶつかって、もう一回じゃあドアを書いてみようかなと思ったのがこのドアなんだけど、このドアのここドアが4枚あったのかな、3枚あったのかな、それが一つになってるつもりで自分で書いてるんだけど、これの元になってるのは96年に県民ギャラリーでやった展覧会、ドアという展覧会で、全部ドアなんだけど、そこで港未来になってしまう前の倉庫から持ってきた鉄の扉を書いたのが、このイメージとしてはこれが近い。もともと中高がカトリックの学校なんです。で、そこにカトリック研究会っていうのがあって、全く興味がないんだけど、それは自由に参加して、外人の人が片言の日本語で聖書を読んで、解説らしきものをするんだけど、全く面白くはない。で、そのことに共感もしないけど、風景が何と言っても、その聖書の物語が作り出す風景っていうのは、その思春期というかな、中学生でいろいろイメージする喜びがあった。教えに興味はないけど、あれを読んでると心が静まると。で、それと美術、音楽、バッハもモーツァルトも、宗教音楽いっぱいある、で、ミケランジェロがピエタを作ると、どうも宗教の教えじゃなくて芸術っていうのは宗教を超えて作っちゃうんじゃないかと、作り手の方はそんなことを忘れてしまう、そうしたらものすごく聖なるものというか神聖なものがそこに登場して、それが教会を飾り、教えでなく音楽と美術、そこへ行ってみたいと、みんなは教会へ通ったんじゃないのかなとか勝手な思いもあり、油絵はやっぱり美術の本堂だったと思う。日本語なんか誰も知らないし、何だかもよく分かってない。僕は油絵描いてたけど、そんなに自分が絵が上手いとは思ってないわけ。もっと上手い人いたし、そういう人が一般大学の受験をしていく。僕は美大へ行きたい、美術とか芸術への憧れがなんかやたらに強くて、ところが上手くない、本当は油絵へ行くべきだった、無理だと思った自分で。それと少数派に惹かれたっていうのがあって、もともと阪神タイガースのファンだ、関東に住んでながら阪神タイガースのファン、大型全部は巨人ファン、その少数というか、訳の分からないところに行ってみようと、また油絵を描きたくなったら油絵描けばいいんだからと思った。そこへ入っていったら、僕はだから先生なんかにも興味なかったけど、片岡珠子という強力な独裁者と出会うわけ。この人の言ってる芸術観に惹かれていく。美大へ行くと早く世に出たいというのが強いから、
すごく安易に自分のスタイルを作るなり、売れるようにするなり、そういうことへの注意というのかな、あの怒りというか、そういうものはすごく、自分のものは簡単にできるわけないでしょって、まあ、特にあの人は大器晩成型の絵描きだから、もう他が売れてるのに、どんどん出てきてるのに、自分だけは落選をし続けると、そういうのはなんか体質があってたみたい、あのその不器用さが。今写真で安易に絵が描けるで、パソコン使ってすぐ拡大もできるし、それを組み合わせてそれっぽいものは作れる。絶対にそれは許さない。取材、現場へ行くということで、やっと作ったその休みの一日で現場行ったら雨が降ってたと、絵描けないと、それでもいいと、傘さして立って見てるだけでいいというのが、あの頃あんまもう一つピンとこなかったけど、今になるとすごくよくわかる。現場行かなければいけないっていうのは、たとえそこで絵が描けなくてもそこで何かを感じるんだよね、きっと。きっとね、絵なんて見えないもんなんだよ。この目先にある見えるものを絵にしたってしょうがないんだ。この見えない周辺を、例えばジャコメッティの背景とかモランディの背景なんかは物を描いてるはずなのに、どうもあの背景に何かがありそう。それが人間が生きていく、生きるということの苦悩とか、あの些細な喜びとか、そういうものも全部あそこで目に見えないものがこう充満してんじゃないかなと、それで絵は成り立ってんじゃないかなと最近思うようになった。ただ思うようになったけど、それを自分で表現するとなるとまた話が、ね、難しい。人が好きなんだけど、で人と飲んでるのもすごく楽しいんだけど、一番好きなのは一人でいる時なの。アトリエへ一人で来る。ところが若い時と違ってなんか手が出ない。気がつくと日が暮れてる。何やってたんだろうと自分で思う。アトリエにいる一人っていうのは幸せっていうのとはちょっと違うような気がするんだよね。で暗くなってやっと手が動き出す。で家へ帰る。で食事を終える。一人きりで焼酎のお湯割りを飲んでテレビをつけている。東京オリンピックの最終日、アイスホッケーだ。そうか、これが花形なんだと。オリンピックのアイスホッケーなんていうのはほとんど格闘技だから、それであの最も男っぽい頑丈な男たちがぶつかり合って、その決勝戦がドイツとロシアだった。ドイツがどんどん点入れてくる。点を入れるたびに強力なロックが流れる。それをこういう上をずっとまた進めていくと、まあ3対2か4対3だったんだけど、わずかの点数でそういうのは流れる。遅ればせながらロシアも点を入れた。あれと流れる曲がちょっと悲しすぎる。で2点目ぐらいの時に、これどっかで聞いたことあるなと。まさかメリー・ポプキンの悲しき天使。僕がどうしても分からなかったのは、あれイギリスのポップスじゃないかと思った。でもおかしいなと。でちょっと調べてみたら、ロシア民謡だったんだ。でロシア民謡なんだけど、ロシア民謡っていうのはどうもある時期までのことを言うわけで、昔のロシアの歌謡曲だったみたいな。でロシアがこれを使ったんだよね。で勝者のを称える、まあ、あの一点ある流れるわけだね。それにこれを使うというのがもう泣けてきたなと。もともとロシア民謡っていうのはさ、トロイカなんかでも、トロイカって知ってる？トロイカ、うん、走れトロイカ軽やかにっていうロシア民謡、知らない、小学校の時に習った。
日本の歌詞だとトロイカに乗ってあのソリナムに、ね、温かいうちへ家庭に帰っていくとそうするとスーッとなるみたいな感じ でそういうので習ってきた。本当の歌詞っていうのは自分があの少年が可愛がってたあの馬株式を貧しくて一へ出さなくちゃならないんだ。その時のことを歌った歌らしいんだよね。まあ歌というのも生きているからそのこの国境を越えてもちろん違う歌になっていって構わないんだけど、悲しみは人を勇気づけるんだなと逆に言いたいんで。そして翌日またアトリエへ来る。手は動かない。でアトリエでこれを流してみる。気分が高揚してくるという一日を送ってますちょっと無理があったな今年の6月の個展もドアで行く。あ、そうですか。今はこちらのそうまさに新作ですか。一番最初にドアの書き出した動機を聞かれても、昔はその頃は一生懸命人に言うためにどうしてドアなのかっていう努力はしたけど、言葉でそんなこと人に言っても個人的な問題だし、あの時ドアが開かなかったんだよ、ただそんだけのことなんだ。ドアは開くもんだと思ってた。開くはずのドアが開かなかった、その今日から出発したんだけどね。それで合ってるのかどうかは分からないね、自分